こんにちは。僕の時間ですで。今日の僕からのアドバイスは？前向きに考えろ。前向きに考えろ。あのまあ、前向きに考えるということは、ポジティブに考えるということ。ポジティブに。 それはどういうことかというと例えば皆さんは日本語の勉強をしていますそしてやっぱり不安になる時がありますね「大丈夫かな俺」みたいなこのまま勉強していても本当に俺の日本語はうまくなるのかなとか 私はなんか全然上達していない気がする。ずっと同じレベルにいる気がする。大丈夫かなとか。まあもちろん不安になる気持ち、心配する気持ちは分かります。僕もいろいろ心配することがある。だけど、もし心配しすぎたら、あ、はあ、 もう諦めようとかはあもうやめようとなってしまうかもしれないそれは本当に悪いことせっかく今までずっと勉強してきたのにここでやめてしまうのはちょっともったいないそう思いませんかだから何かを やめないために前向きな方がいいポジティブな方がやっぱり何かを諦めないために前向きな方がいいやっぱりポジティブな方がいいと僕は思いますやめてしまったり諦めてしまったらそこで終わりです 諦めたらそこで試合終了。スラムダンク」漫画知ってますか、はい、諦めたらそこで試合終了だよ。ドーンというわけで諦めないように諦めないためにはやっぱり前向きでよしここからここから逆転だ 諦めるな諦めたらそこで試合終了ゲームオーバー諦めるなというわけで皆さん前向きに勉強を続けてください。後ろ向きはダメですよ。右も左もダメです。前だけを向いて進んでください。ちょうちょう、アストレゴ。またねまたねメールニ